カス側がレッドリージョンへ武器配給をする日々は終わりだ。マイアチーム、王子作戦はスラヤ放送の手に委ねる。あとケリどもな、頼んだぞ。濃度の高いソーラーエネルギーを検知しています。
シールドを遮断しない限り反撃のチャンスはありません。
いでとどめです。よし、いいタイミングで戻ってきたようだな。お見事だった、ファイアチーム。いいってことよ、司令官。終始お手本並みの出来だった。この火炎タレットとは何だ？閃光弾についても見た方がいい。